こんにちは、生活安全企画課です。今年10月1日から盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例が始まります。これから条例の概要について説明します。条例について理解していただき、適正な営業を行ってください。条例の対象となる業種は、特定自動車解体業と中古自動車輸出業です。特定自動車解体業とは、自動車の部品として販売する目的で、原動機、動力伝達装置の一部、走行装置の一部を自動車から取り外すことです。中古自動車輸出業とは、中古自動車を輸出することです。条例の対象となる自動車は、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車から、二輪自動車と非牽引自動車を除いた自動車です。特定自動車解体業や中古自動車輸出業を営むときは、事前に公安委員会に届け出てください。届け出をした内容に変更があった場合も、公安委員会に届け出てください。事業開始の届け出と事業変更の届け出は、8月1日から行うことができます。自動車の解体場所や保管場所には、見やすい場所に標識を掲げてください。事業所には従業者名簿を備え付けてください。外国籍の従業者については、在留資格や資格外活動許可の有無などについても名簿に記載してください。自動車を引き取るときは、相手の氏名や自動車の車台番号などを確認してください。引き取る自動車が盗まれた自動車の疑いがあるときは、すぐに警察官に申告してください。自動車を引き渡した相手の氏名や車台番号などについて、引き取り記録を作成し、3年間保存してください。事業所周辺においては、道路交通法に従うなど、安全で円滑な交通の確保に努めてください。また積み上げた自動車が倒壊したり、燃料油が流れ出ることを防止するなど、事業所の周辺地域の住民が安心して生活できる環境を確保するよう努めてください。警察本部長や警察署長は、引き取られた自動車が盗難の疑いがある場合は、その自動車や取り外された部品の保管を命令できます。保管命令を受けた自動車や部品は、保管命令の期間中は処分することができません。知事と公安委員会は、事業者が条例に違反するときなどは、是正させるための指示ができます。公安委員会は、事業者が条例に違反したときや、盗まれた自動車と知りながら自動車を譲り受けたときなどは、営業の停止を命令できます。事業者に対して土地や建物を貸し付ける方は、事業者との契約において、盗難自動車を引き取らないこと、盗難自動車の引き取りが判明したときは、契約を解除できることを定めるようにしてください。公安委員会
合は、盗まれた自動車が引き取られていると認めるときは、土地や建物を貸し付けた方に対し、契約の解除などをするよう勧告できます。貸付者が勧告に従わないときは、公表できます。知事と公安委員会は、事業者に対して報告や資料の提出を求めることができます。警察職員や県の職員は、適正に営業が行われているかを調査するため、事業所に立ち入り、関係者に質問することができます。条例に違反した場合は、罰則があります。条例の概要は、三重県警察ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。